6月23日、日本サッカー協会は2022-23競技規則の改正などについて通達しました。これから本年の主な改正について解説をしていきますので、サッカー競技規則の理解を深めた上でプレー、指導、レベリングなどに生かしてください。2020年5月に通達された各チーム最大5人までの交代要員を使うことができ、試合中の交代回数は各チーム最大3回までとする暫定的な改正が、今回の改正において正式に第3条として規定されました。これによりトップの競技会においても競技会規定で定められることで、交代の回数に制限があるものの、1試合最大5人までの交代要員を使うことが認められるようになりました。また、交代の回数のカウントについては、複数の交代があった、また、このシーンのように、最初の交代が終了した後に、フィールド上の競技者が負傷等の理由により交代が必要となり、追加的に交代を行った場合でも、それが同一の競技の停止中であれば、使った交代回数は1回とカウントすることになりました。今回の改正で、チームが取るエンド、およびキックオフを決定するためのコイントスを行うのは主審の責務であること、すなわち、主審のみがコイントスをできるということが明確化されました。競技規則第12条において、退場となる反則の項の文章には、自分のペナルティーエリア内でゴールキーパーが手や腕でボールに触れた場合を除くの文章が追加的に書き入れられています。しかしながら、得点または決定的な得点の機会の阻止の項の文章には、同じ状況にもかかわらず追加の文章がなかったため、ゴールキーパーが自分自身のペナルティーエリア内で手や腕を用いてボールに触れたという反則に対して退場を命じることができるという誤った解釈をされてしまうことがありました。そこで、得点または決定的な得点の機会の阻止の項の文章にも、退場となる反則の項にある正し書き、つまり自分のペナルティーエリア内でゴールキーパーが手や腕でボールに触れた場合を除くが追加されました。次はペナルティーキック時のゴールキーパーの足の位置についてです。これまでペナルティーキックまたはペナルティーマークからのキックが行われた瞬間、ゴールキーパーは少なくとも片足の一部をゴールラインに触れているか、ゴールラインの上方に位置させておく必要がありました。これによってゴールキーパーが片足をゴールラインよりも前方に、もう一方の片足を後方に位置させていた場合、たとえ不正な利益を得ることがなくても、競技規則上は反則として判断せざるを得ませんでした。そこで、競技規則の文章を変更し、キックが行われた瞬間、片足がゴールラインより前方、もう一方の片足が後方というような足の位置であったとしても、罰せられることがないようにしました。では事例で確認していきましょう。このシーンではペナルティーキックでキッカーがボールを蹴る瞬間、ゴールキーパーの両足はゴールラインから離れており、キックされたボールを止めているので反則となります。このシーンではペナルティーキックでキッカーがボールを蹴る瞬間、ゴールキーパーは少なくとも片足をゴールラインに触れさせているか、ゴールラインの上方に位置させていて、キックされたボールを止めているので反則とはなりません。このシーンではペナルティーキックでキッカーがボールを蹴る瞬間、ゴールキーパーは少なくとも片足をゴールラインの後方に位置させています。この場合、
もしゴールキーパーがシュートをセーブしたとしても反則とはなりません。映像では改正の内容を抜粋し簡潔に説明してきました。詳細は日本サッカー協会ホームページに掲載されている2022-23サッカー競技規則の改正についてや日本語版サッカー競技規則2022-23をご確認ください。今回の改正点の詳細をよく確認して理解を深め、サッカーをより楽しみましょう。